本当に昔のお邪魔状を感じられる部分がたくさんギュッと詰まっているので、ぜひぜひ劇場に見に来てお邪魔状を感じていただければいいなと思います。ピーリカピリララポボリナペーペルト、なんかもともと普通にそのお邪魔女の映画がやるっていうニュースを見た時に、あ、絶対見に行こうって思ってたんですよ。だからまさか自分のところにそのお話が来るなんて思っても見なかったので、本当に純粋にびっくりしたのと、でもあれできるのかな私にっていう不安もありました。台無しにしたくないっていう気持ちが強すぎて、どんどん自分にプレッシャーをかけていくっていうなんかでも意外とおとなしいようで、実は一番顔にその感情が出ちゃうっていうタイプだったので、なんかそういう部分はなんだろう、もっと控えよう控えようっていうよりは、空の可愛い部分がもっと出てったらいいなって思いながら、こうなるかなこうなるかなみたいなのを妄想想像しながらいろいろやってみました。いやでも撮ってる間は自分の声が聞けなかったので、なんかどういう風になってるかが全く想像つかなかったんですよ。だからこう完成を見た時に、あ、こういう感じになってたんだって、なんかこうなんだろう、壁にぶち当たるみたいなのがなく、大丈夫かな大丈夫かなってずっと心配だったっていう感じでしたね。まあ監督とかが良かったよって言ってくれる、それその一言とか、なんかその酔っ払ったシーン撮ってた時とかは、なんかこう拍ブースの方で拍手を起きて、グーの音も出ませんとかって言ってくださったのがすごい自信につながりましたね。そのお酒を飲むシーンをやった後は、なんかあれやった後だから全然何でもできるみたいな気持ちになってました。なんか無双モード入ってました。なんかそもそも台本自体がなんか3人のやり取りがなんかテンポよく楽しくっていう風になってたので、なんかやっぱりやってて読んでて楽しいし、本当にちょっと旅行に行ってる気分というか、仲のいい3人で遊びに行ってるような気持ちになれるしっていう風でしたね。好きなように生きていいんだなって思わせてくれるような作品だなと思いました。なんかそれぞれ3人の女性主人公がいて、でなんか全然キャラも違うし、働いてるところもなんか住んでる場所もそれぞれバラバラなのに、なんかお邪魔女が好きだったっていうそれだけのことで意気投合していくんですけど、なんかその中でどんどんお互いのことを、ここがあなたはいいよね、ここがあなたはいいよねって認め合っていく関係がとても素敵だなと思って、なんか別に人に合わせることなく、もっと自分らしく生きていいんだなって思わせてくれるような作品だなって思いました。ちゃんの思い出の地を巡る、なんだかワクワクしますね。ミレさんが魔法を信じてみようなんて言うけ。ピリカピリララ、勇気をちょうだい。Oh!